皆さんこんにちは、だるま6代目です。前回ちょっと前に浴衣の、反物をね紹介したらですね、これまた結構コメントいただきまして、その中の一つに、モノトーンの浴衣以外にもっとカラフルなの紹介せいっていうのがありましてね、確かに、この前の動画で紹介した浴衣はだいぶ、モノトーンというかね、そういうものが多かったですね。はい、なので、今回はもう少しちょっとこうね、色味のある浴衣を紹介したいなと思っております。はい、一つ目、じゃじゃん。まあこれは黒が青になっただけじゃねえかって言われそう藍色というか紺、青系の、柄が入った浴衣。これね、仕立てたら結構かっこよくなると僕は思うんですけど、反物からね、こう反物で見てる状態と着物の形になった時で結構印象って変わりますよね。特にこういう、なんていうのかな、左右で差があるような、柄の場合は、これはまあほぼね、左右なんだけど、対称というかなんですけど、片方にだけ縞柄があったりするとね、結構仕立てると印象変わる場合があるので、それはね、反物の状態を見て仕立て上がってみてっていうのを経験すると、なるほどっていうのは分かってくるとは思います。それもね、反物からあつらえる醍醐味だと個人的には思いますが、こんな感じね。はい、次、じゃじゃん。これ前回紹介してないよね。はい、朝顔で、朝顔も、結構ね、昔から浴衣に使われるモチーフですよね。昔は、綿コーマっていう、その木綿の生地に、で、白地に紺の柄と、紺の地色で白柄、白く抜いてあるっていうのが、多かったわけですよ。50年前とかはね。で、その頃から朝顔とかトンボってよく使われるんですけど、これはね、その時代とはやっぱりちょっと手のかけ方が違うというかね。染めもなかなか色合いが今っぽいというか、昔からある伝統的なモチーフも今風な色合いとか染め方でやると、そんなに古臭い感じがしないというか、そんなにというか全く古臭くなくて、やっぱりね、長く使われてる柄ってのはそれなりにこう、理由があるというか、いい柄だからこう好む人が多いから使われ続けるわけで、色合いとかはね、流行とか時代がありますけど、古典柄っていうのはそこがね、僕はいいなと思ってます。10年後も20年後もきっとね、その柄を好む人はいるし、流行りっていうかに左右されしすぎないっていう点がありますね。次、なんか青ばっかりでした。順番変えた方がいいかな。こんな感じ。こちらはね、今2つ紹介したのは綿と麻のコンボだったんですけど、これはね、木綿 100% で、織り方がね、ロっていう織り方になってます。綿の糸で織り方がロになってるので、僕らは綿ロって言いますけどね。はい、だからね、そう、ロとかシャとかってね、っていうのと、綿と絹とかってこう糸質と織り方っていうのがあるんですけど、あんまりよく分かってない方多いですね。はい、ロとかシャっていうのは基本的には織り方の話で、木綿とか絹とか麻っていうのは糸の素材の話なんですよね。はい、次、じゃあ変わったやついこう。はい、でん、これはなかなかちょっとこう変わった感じの色合いですね。はい、モチーフって、柄はこれ、ランギクですよね。菊もね、着物の世界ではもう昔からよく使われる花の一つですね。花自体がね、日本に昔からある花は着物の柄にかなりよく取り入れられるので、花柄は多いんですけどね。これはランギクです。で、色合いが、生地の地色が若草色で、花は、紫とブルーってなってますね。はい、大胆、ちょっとこう僕の中でアジアンテイストな
感じがしますけど、俺に当ててみよう、はい、どうこれ男が着てたらちょっと変か、はい、こんな感じとかね。次、さっきも話しましたが、トンボってのも結構浴衣に使われる柄なんですけど、まあ、こんな感じのね、水色と白の縞の中に、なんかね、向こう側にトンボが飛んでるような、これわかるかな、この紫のこれがこう羽で、このこれがトンボの体って感じね。トンボがこの縞の向こう側にいるような、でもね、体がこう手前に見えてるから手前にいるようにも見えるね、はい、もうこんな感じのね、トンボがっていうのはあります、うん、とか、でもうこんな感じの、これも菊なんでしょうね、うん、まあ、これは紫色とブルーで、まあ寒色系の色合いで、結構柄は大胆に大きい菊の柄になってますね、はい、こんな感じ。なんかもっとこう、もっと明るい浴衣を見せた方がいいのかな。うちね、まあ、僕今13年目に入りましたけど、浴衣ずっと扱っててね、やっぱりね、あんまり派手すぎるの売れんのですわあのご要望あったら入れますけど、あ、この間浴衣1枚から子供用のを作りたいって言われて、1歳とかね、そのレベルで、まあ、そういう時は注文受けて、まあ、もちろん入るんですけど、割とね、柄的には少し大人っぽい柄の方が多いのでね、うん、まあ、今日はこんな感じで紹介させていただきました、はい、あとそうだ、背が高い人にはどんな浴衣がいいんだって質問もいただいていたので、そのうち今度はね、そういうのもやろうかなと思ってます。そのうちってかもすぐやりますけど、はい、ってことで、今日はこの辺で浴衣の紹介でした。バイバーイ。